間違えた。はい、AKB48 愛媛県出身の高岡香織です。よろしくお願いします。はい、今日もお昼の配信をやっていくよっと。朝私はゴロゴロしてました。ちょっとだけ片付けしてゴロゴロしてた。お昼からね、ちょっと本格的に片付けしてちょっとだけ運動できたらいいな。外でカラス鳴いてるめっちゃカラス鳴いてる。元気やね。さあもうお昼ですけど、みんなまだ、まあでもお昼ご飯はまだもう食べ終わったっていう人はそんなにいないんじゃないかな。多分これからっていう人もいるし、まああともうちょっとなんだっていう人もいると思うし、私の今日のお昼は鮭です。やったー喜び方よ。みんなはね、お昼まで多分お仕事の方が多かったと思うんですけど、お疲れ様です。でもまあ今からお昼休みっていう人が多いのかな。まだでもお昼休み中もお仕事ありますっていう方とかもねいらっしゃると思うから、本当大変だなって思うんだよ。あ、そう、今日ねお昼ツイッターでさ書いたんだけど、私ね、そうディズニーランドにもシーにも行ったことがないんですよ。そうで、でもずっとね行きたいなと思ってて、でもなんか意外にねなんか興味なさそうって言われるんだよね。ディズニーランドとディズニーシーに興味なさそうって言われる。そんなことないんだけどね、めっちゃ興味あるんだけどね、なかなかねその行く機会がないよね。なんで興味なさそうって言われるんだろうか。そう、それがね私めっちゃ気になる。なんでなんだろう。そう、最近それがね疑問あんまり興味なさそうって言われるのなんでなんだろう。あ、やっぱり私もなんかピューロランド好きだからなのかなって思って、全然ねなんかなんだろう同列で見てない。私ディズニー作品も好きなものはあるからさ、そんなにたくさんじゃないけど、ディズニーランドはずっと行きたいなって思ってるんだよね。うん、
まあでもなかなかその私の好きなディズニー作品のアトラクションとかがないからさ。そう、でも私ディズニー作品何が好きですかって言われたら、カーズとプーさんとアナ雪とズートピアが好きなんですよ。あ、でも結構なんかムーランの曲は聴くんだけどね、リフレクションだけだけどさ。そうで、そしたらなんか、あ、今日インスタグラムを見てて、私結構インスタグラム見ちゃうんですけど、自分のね投稿は何すればいいか分かんなくてなかなかできないんだけどさ、そしたらズートピアのポップコーンバケットがあって、それがね私もうびっくりしちゃって、知らなかったんですよ。で調べたら去年の9月ぐらいから発売されてて、でも全然知らなくて、そうこれは欲しいなって思って、これはゲットしたいなって思って、でも一人じゃ行けないから、あのいや頑張ったら一人でも行けるんだけど、今のディズニーの仕組みを何もわからなくて行ったことがないから、さすがにちょっと初回一人で行くの辛いなみたいな。そうちょっとこのポップコーンバケットは欲しいなって思って、でもあれっていつまでやってるんだろうね、それが分かんないんだよね。割とちょっと重い腰が半分ぐらい浮き上がってるんだけど、誰か一緒に行ってくれる人いないかなって思って、そうディズニー、もうディズニーのプロいないかなメンバーにディズニーのプロに連れてってほしいマジで。そうさっきはディズニーの中のショップですら予約しないと入れないみたい。予約ってどうやってやるの、なんかチケット頼むときとかに予約するのかな、それとも当日行って今何時間待ちみたいな、で何時から何時の間はまだあの空いてますよみたいな。まあでもコロナのことはあるのか分かんないけど、ここの空きがあるからじゃあこの時間で予約しよっかみたいな、タッチパネルでピピってやって予約するタイプなのかちょっと分からないね。アプリか、アプリ入れてるんですよそうアプリは入れてて、あの定期的にあのズートピアとカーズとアリスのグッズを調べてる私。あ、そうアリスも好きなんですよ。そうアプリは入れてる。そっかそっか。でもアトラクション的に気になるのはランドでしょ、プーさんかな。ちょっとランドプーさん以外知らないからさあれなんだけど、あれ美女と野獣エリアはどこだっけ、ランドだっけ、全然わかんないんだけど。なんかすごいもう超人気のイメージがある、超人気のイメージがある美女と野獣はランドか。でもなんだっけな、40周年パレードがめっちゃいいみたいな話は聞いてて、それはちょっと見たいんだよな。でも私ディズニーにはね行きたいんですよ。ディズあのコーデをちゃんと決めていきたい。私が今やりたいコーデはズートピアコーデとカーズコーデとアナ雪コーデのこの3つだから3回は行きたいんですよね。そう、3
3回は行きたい。なんかずいぶん昔にねカーズのポップコーンバゲットはあったみたいなんだけど、そうズートピアのはちょっと欲しいなって思ってさ。そうそう、アナ雪エリアもね、いつだっけ、今年、今年か来年ぐらいだったよね、ディズニーシーにできるの。そうディズニーはね、気にずっと気になってるの。ただ本当になんか仕組みが結構ややこしそうで、ちょっとね行きたいけど行きづらいみたいな感じになっちゃう。そう、それこそねユニバも好きだからさ、好きって言ったら変だけど、まあ、ユニバはね、スパイダーマンがあるからっていうのはあるんだけど、とか結構クールジャパンは好きだからな私はね。そう、まあピューロランドはもちろん大好きですけど、もうそれとね並べてないから、もう別、もうそれぞれ別のものだからね、好きですよどれも。確かにそう、誰かに連れてってもらってもう次からは一人で、まあ遊園地にあんま一人で行ったことないんですよピューロランド以外。そうでも一人で行動するのは好きなんですよ。一人旅はだいぶ緊張するけどね。そう、まあでもなんか私がこれは二人で行きたいなっていうのは、ご飯も物によるか、コラボカフェとかですね。なんでかっていうとやっぱ写真を撮ってほしいから、一人だとちょっとあれなんですよね。一人だと撮りづらいからさ、まあ、でもなんか最悪コラボカフェ一人で行っても、あの三脚みたいなの使えば一人で撮れるかとも思ったんだけど、そう、まあ、でもあとコラボカフェはね、あのメニューがいっぱいだからさ、ちょっとやっぱ一人だと胃袋の限界があるからね。そう、でもただちょっと最近行きたいコラボカフェあるけど、ちょっと誰か誘えなそうな人があんまりいないからさ、どうしたものかってなってる。そうやっぱコラボカフェはね、あと、まあ、席でご飯食べる時とかだったら一人で撮れるけど、展示物とかはさ一人で撮れないんだよね。自撮りはできるけどたどりができないからさ、さすがになんか別の人に撮ってもらっていいですかとかできないからねそう、だからまあ本当はねお姉ちゃんと一緒にが一番いいんだけど、それがね一番難しいからさ。そう、
誰か呪縛少年花子くんのコラボカフェ一緒に行ってくれる人いませんか。誰かいませんか。そう、リアルの友達もなかなか誘いづらいからさ。そうそうそう、もう結構仲のいい子他県にいるから誘えなくて、うん、そう、でも私がね、よくないなって思ってるとこは、自分が結構あんまり普段、まあ活動は一緒にしてるんだけど、あんまり一緒に遊びに行かないこと、遊びに行くと変に緊張してね、黙っちゃうからさ、めっちゃ変に緊張しちゃうからね。そう、なんかなかなか普段一緒に遊ばない子って誘いづらいんですよね。もう私狭いからさ、こういう関係って大変だけど、誰か自爆少年花子くん、そう、何人かメンバーを思い当たるんだけど、普段一緒に遊びに行ったことないメンバーばっかりだから、ちょっとね、誘いづらいんですよ。そう、なんか変に緊張しちゃってね、なんか楽しめない感じがするから、それは私の悪い癖なんですけど、ただ単に。そう、そう、なんかね、気使っちゃうよね、わかる、マジで気使っちゃうんですよ本当に。そうで、まあもちろんなんか多分中には全然知らないけど一緒に行くよみたいな子も絶対いるけど、逆にそれはそれで絶対気使っちゃうじゃん。でまあそれだったらまだ好きな子と一緒に行きたいけど、それはそれで普段遊び慣れてない子と一緒に行ったらね、それもそれで気使うからね、なんかよろしくないよね。そう、そう、私側的に一番楽なのは家族で行くことなんだけど、一番楽で一番難しいんですよね、もう一番叶いそうにないやつだからさ、そう大変なんだよな。なんかそれだったらさ、やっぱまだピューロランドにあんまり普段一緒に遊ばないこと、はっ、いやでも知らないか、行くのはもうだいぶハードル低いんですよ、もう案内するから私が。私が案内するから。そう、
まあ、とかあんまり普段そんなに一緒にならないこと、まあご飯難しいな。3人ぐらいだったらいいけど2人だと結構緊張しない？あんま普段一緒に行かないことマジで緊張しちゃう私。そう、なんか料理を注文して待っててちょっと喋るけど、あ、話題がないみたいな時がめっちゃ緊張しちゃって気まずってなるんだよ。そう気まずってなっちゃう本当に。そう、それがねハードル高くて、もう私本当に遊びに行くメンバーなんてもうねこんぐらいしかいないんですよ。そう本当に、だから普段からもうなんかあそこ来たら行かないみたいな、そんなメンバーがねあんまりいないから、まあたくさんいるのはもちろんいいけど、絶対にそうじゃないとダメってわけじゃないからね。そうそうっていう言い訳だけしとくんだけど、そう、でもよくねあの可愛い歌舞伎見に行きたいからピューロランド一緒に行こうみたいな風にお誘いをいただくことがあって、もう全然いいよみたいな、私年パスだしいつでも誘ってみたいな感じになります。そう、そう、なんかやっぱねでもご飯ってなると気使っちゃって、なんか喋ろうなんか喋ろうって思ってなんかね気張るよね。そう、なんで あれかコラボカフェ、そう、なんか夏目友人帳のコラボカフェはねリッセンと行けたらいいねって話してて行きたいなって思ってるんだけど、そう花子くんだけね誰かいないかなマジで。本当に思い当たるメンバーは2人ぐらいいるんだけど、あんまり一緒に遊んだことがないからさ、まあ、1人はあるんだけどちょっともうその子も卒業しちゃってるからさ、まあ、卒業してるからうんぬんっていう感じではないけど、まあ、なんか気軽にじゃあこの日にはい決定イエーみたいな感じもちょっと難しいかもなって思って、そう、でももう1人いるんだけどちょっとね一緒に遊びに行ったことないからねハードル高い。花子くん好きなメンバーあんまり詳しくないからな私。そうリッセンはねリッセン愛理ちゃんです。チームメイトの高知県代表だった子、この前その旧姉妹コンサートの時に久しぶりに会ってコラボカフェ行こうよって話した。そう、あのでもカレンちゃん確かに誘ったら絶対優しいから来てくれるんだけど、カレンちゃんあんまり花子くん知らないからちょっとさすがに申し訳ないんだよね。まあ、言うてね私もうあんまりスパイダーマン見たことないカレンちゃんをもうめっちゃ誘ってあの 3D4D ってあれ書いてあったんだけど結局 4D でいいんだろうか。でも 4D ってさなんか 3D メガネしなくない？あれそんなことない？わかんないんだけど、なんかもう初めてでなんか結構ちょっと人を選ぶかもみたいな、その 4D が特にっていうのがあって一人で行くの怖すぎてもうカレンちゃんにすごい頼み込んで一緒に行ってくれて、まあカレンちゃんスパイダーマンハマってくれたからいいけど、そう、ただまあ花子くんのコラボカフェってなると話変わってくるからね。そうそう、やっぱそれはね好きな子じゃないと。
まあでもあと好きでもね、結構テンションに差があったらね、あれなんだよね。例えばすごい私よりもめっちゃグッズにお金使うじゃんだったらまだいいんだけど、その私まああんまり、まあもちろん、まあ本当人それぞれ好きってあるからさ、もうそれがダメだとかじゃないんだけど、あんまりその作品が好きであんまグッズ興味ないなっていう人ももちろんいるじゃないですか。でなんかまあそれであのすごいもう普段から仲良かったらさ、もうその熱量ってまた違うんだよな、難しいね、こういうのはなんていうかわかんないけど、普段からすごい仲が良かったらもうそれでも全然いいけど、なんか勇気出して誘って、なんかこいつなんかやべえなみたいに思われたら嫌だなっていう風に思ったりもするんだよね。難しいね。なんかそう思うとなんか気軽に誘える存在ってありがたいなってすごく思いました。私お昼から何の話してるんだろう。でもね、話してたらお腹空いてきた。きっとお昼がより美味しい感じるでしょう。素敵です。めちゃめちゃやる気のない拍手をしてしまった。素敵ですって、パチパチパチみたいな。ごめんなさい。それにしても幼稚カラスが鳴くんですよ。めっちゃ鳴くカラス。元気ですね今日。ちなみに私もあんまりねメンバーと遊んだことがないんですよ。だからなんかめっちゃ考えちゃう。あ、カラス活発な季節とかあるんやね。そっかそっか。まあ、今あんま配信では聞こえないのかな、このカラスの声って。あれかな、まあ私が喋ってたらねさすがに聞こえないと思うけど、私がシーンとしてたらね多分結構あカラス鳴ってんなみたいななるんでしょうね。あ、聞こえるんだ。そっかそっか。はい、というわけで、まあ、今日は30分ぐらいお昼はね配信しようと思ってたので、今日はここら辺で終わりにしたいと思います。夜も配信するのでぜひ見てください。今日は夜にね、あの私が忘れてなかったら昨日買った T シャツを紹介します。まあ、言うても2つ2枚なんだけどね。それじゃあ、ランキングを読んで終わりますね。13位から13位、13位 W 流星さん、12位はちねさん、11位としくん、10位キャパさん、9位ソランさん、8位飯田ひろゆきさん、7位プレジョンさん、6位モノサルさん、5位エイトウッドさん、4位ママさん、3位アーティーさん、2位夏目さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、それじゃあ今日はまた夜にお会いしましょう。私はご飯食べてくる。またねー。ありがとうございました。またね。カラスもありがとう。